特立寺の戦いは、日露戦争中の戦いの一つで、旅順にこもっていたロシア軍を援護するために、特立寺に陣地を構築中であった、シベリア第一軍団とそれを攻撃する日本陸軍第二軍の間で起きた。日本陸軍第二軍が南山の戦いに勝利したことにより、ロシア軍主力は、旅順要塞のニコシ団及びロシア太平洋艦隊と切り離されることとなった。 再びこれと合流するためスタケリュベルク中条率いるシベリア第一軍団が南下し、特理寺付近に陣地の構築を始めた。第2軍は当初陣地を構築し、ロシア軍の攻勢を迎撃した上で攻勢に出る予定であったが、大本営から敵の陣地構築が完了する前に攻撃するように命令が出たため、特理寺のロシア軍陣地を攻撃することとした。 6月14日に、特리寺付近に到着した第二軍は、翌15日に火砲による陣地攻撃を開始ロシア軍も応戦するが、火砲の数が、日本陸軍が200以上用していたのに大し100、足らずであったため、有利な地形を活かすことができなかった。ロシア軍は、特리寺駅に火を放って熊竹城に撤退、第二軍の勝利に終わった。 戦闘後追撃を行わなかった第二軍に批判が行われたが、ロシアはこれ以降も、両順の部隊と合流することはなかった。ロシア側の都独事の戦いの絵はがきとくり字の戦いの絵はがき、ありがとうございます。